新しくファジアーノに加入したお二人の選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。話を聞くのはファジアーノ U18 明治大学出身のルーキー太田龍之介選手と J2 秋田から完全移籍で加入した斉藤啓太選手です。岡山での生活というのはもう慣れましたか？全然慣れてないです。ジムと練習場と家のこの3つしか行ってないです、ほぼ。ずっと寮生活だったんで、一人暮らし始めてまだ岡山のことあんまり知れてないなって思ってます。太田選手はU20日本代表候補に招集された経験があり、関東大学サッカー1部で明治大学の優勝に貢献。斉藤選手は2015年に J3 の福島で8ゴール、去年 J2 の秋田で5ゴールを挙げるなど結果を残してきました。お二人もストライカーということでお話を聞かせてください。こちらです。ファジアーノの得点です。おととしが61得点で、去年が49得点でした。サポーターの方々は本当にその得点力のアップというところすごく期待を寄せられていると思います。フォワードとしてやっぱり求められている部分は得点の部分だと思っているんで、2桁得点というのを目標に持ちながらこのリーグ戦っていきたいなと思います。自分が点数取って試合を勝てることが一番かもしれないですけど、まあ、それ以上にチームに貢献できるようなことができれば僕はそれでいいと思ってるんで、秋田の時はそうやってやってきたつもりだったので、それを継続してファジアーノもそこに還元できればなって思ってます。宮崎県での2週間のキャンプを経て新旧戦力の融合を図ったファジアーノ、2人の新シーズンへの意気込みは。もう J1 昇格この一点に尽きると思っているので、まあ、本当にそれに向けていかにみんな一丸となって戦っていけるかっていうところです。 J1 昇格っていうところを大きな目標に持って、その中でチームのベクトルを揃えていって、また自分たちその新卒がフレッシュな力を出してチームに還元していけたらなと思います。